新越本線熊野平駅列車脱線事故は、1918年3月7日に、鉄道院新越本線の熊野平駅構内で、発生した列車脱線事故である。車両不具合により、本線上に停車中であった、貨物列車が、薄い峠の66.7パーミルの急勾配を、逆走し、熊野平駅の側線に突入後脱線大破した、もので、 列車乗務員及び熊の平駅駅員の2名が即死、重傷を負った乗務員2名が後に死亡、他の乗務員4名も重軽傷を負う惨事となった。新越本線の横川軽井沢間は薄い峠を越えるため、最急勾配66.7パーミルの区間が存在する山岳区間であり、勾配対策として通常の鉄道路線における粘着式ではなく、 アプト式、ラックレールを使用した、ラック式鉄道路線として開業した。ラックレール区間を走行する機関車には、機上用車輪のほか、ラックレールと噛み合う歯車を備えた、専用車両が用意され、1912年の同、区間電化完成と同時に導入された1万系、電気機関車は、ラック式歯車のほか、下り急勾配区間の走行対策として、 そもそも即発電ブレーキを装備した。1918年3月7日、下り貨物第191列車は、熊野平駅を帝国より25分遅れの4時33分に、軽井沢方面へ向かって発車した。1万型は、重連総括制御機能を備えておらず、編成戦闘の補助機関車、2両目の本務機関車とも、機関手及び、機関助手が1名ずつ、 機関車1両あたり2名乗務していた。また、有害関係者には制動車が1名、その他車掌が2名乗車し、貨物第191列車には、計7名の乗員が乗車していた。熊野平駅を発車して間もなく、薄い峠第20号水道付近において、本向き機関車は、機関車に搭載される手電動機より重を感じ、さらに同、第21号水道内において、 イオンと共に火花を伴う発炎が生じていることを認めた。本向き機関手は速度制御を行う主管制御機のノッチを立行十段目から同八段目へ戻し、主電動機に流れる電流量を減少させたが、火花と発炎は収まらなかったことから、機関助手に命じて、機関車搭載のラック歯車に作用する手用体ブレーキを禁定させ、 自身もノッチをオフにするとともに乗用ブレーキである、真空ブレーキを操作し、さらに車輪に作用する手ブレーキを禁定した。このため、4時48分に、列車は第21号水道、西口付近で緊急停止した。本向き機関士が本向きを点検した結果、機関車に2機搭載される主電動機のうち、ラック歯車駆同様電動機の継手に故障が、 発生していることを確認した。しかし、他に異常は確認されなかったことに加えて、列車重量が比較的軽量であったことなどを勘案し、本向き機関主は粘着運転による運行継続を決断し、点検のため本向きを訪れていた補助機機関助手へ粘着運転による運行を実施する旨、補助機,機関手への伝達を依頼した。補助機,機関助手が補助機へ乗車した後、 本向き機関手は補助機に向かって大声で発射を促したが、補助機側から何ら反応はなく、直後突然列車は対抗を開始した。対抗速度は間もなく通常時における運転最高速度の約1.8倍に相当する時速 32km 以上に達し、本向き側においては手用体ブレーキ及び手ブレーキを禁定して列車停止に努め。 補助機側においても手用体ブレーキ及び手ブレーキの近底のほか、主管制御機の操作による発電ブレーキを動作させたものの、動作時の速度が課題であったため主電動機の回転子部分が遠心力で物理的に破損し、同ブレーキは使用不能となった。事実上人力による手ブレーキ以外の減速手段を失った同列車は六点七パーミルの下り勾配上で、 さらに速度を増し、第12号水道東口付近において、編成中間部の貨車2両が脱線。4時57分に、熊野平駅の側線に突入し、車止めを突破して、背後の岸壁に激突した。木造車体の貨車は原型を止めぬほど破砕し、全構成車体の機関車2両も脱線大破した。この事故により、有害関係者に乗務した乗務員1名。 および地上側にいた熊野平来機の点鉄機操作係1名の計2名が即死し、補機機関手及び後部車掌の計2名が重傷後死亡、本向き機関で他、計4名も重軽傷を負った。列車対抗の要因となった補機の事故直前における状態については補機機関手が死亡したため、詳細は不明である。ただし、逆行が 補機機関手の意思によって行われたものではないことは、通常勾配区間における逆行運転に際して、取られる手段を全く講じておらず、また生存した補機機関助手の証言によれば、逆行直前に補機機関手は主管制御機を立行三段目へ投入していたことからも明らかであるとされる。軌道のため主管制御機を操作すると同時にブレーキを 歓迎したものの、何らかの原因によって、主電動機に電流が流れず、主管制御機のノッチをさらに診断させたが、反応はなく、逆光速度が増すのみであったことから各種種ブレーキと併用して発電ブレーキを操作したが、主電動機の内部破損により、同ブレーキが使用不能となったばかりか、破損した電気子が、主電動機の回転を阻害した結果、 手電動機と連動する歯車が回転しなくなり、機関車側歯車及び歯車と噛み合うラックレールの双方を破壊して事実上のノーブレーキ状態に陥ったものと推定された。一方、本向き機関車及び緩急車乗務員においては、列車の停止位置が66.7パーミルの上り勾配上であったことから、列車の対向を出発に際して、 ブレーキを寛解した際に生じる一時的なものと判断し、前進の準備として本向き、関係者ともブレーキを寛解したことが明らかとなった。異常を察知した後再びブレーキを扱ったものの、急行媒上を猛スピードで対抗する列車においては何ら効力をもたらさず、衝突に至ったものであった。また、列車の緊急停止の要因となった。 本向きの主伝動機故障については、主伝動機側歯車ケースの一部が摩耗により破損し、部品が固定されずに歯車へ接触して発生したものと断定された。その他、本向き、補助機双方の機関車とも、主伝動機からの潤滑油漏れにより、手用体ブレーキの周辺が汚損していたため、手用体ブレーキの機器が著しく低下した状態であったことも明らかとなっている。 ありがとうございます。